花苗芽は、生姜か花苗芽族に分類される多年草の一種。和苗は、形容が苗芽に似ていて、慶長に花をつけることに由来する。中国名が山京。高さ30から60センチメートルで、多場性する。茎は2年生で射上する。根茎は太く分子し、節に臨場用があり、若い部分は黄色。葉は、常緑、光沢はなく、 長さ15から40センチメートル、幅5から8センチメートルの高皮心型で、両面特に裏面に細な毛が多い。偽系の先端に花をつける。長さ10から15センチメートルの水上過剰で、果軸に細毛が密生する。ツとは強調楕円型で早く落ちる。花の長さはおよそ25ミリメートル。額は白色の筒状で細毛があり、長さ10から12ミリメートル。 先は赤く三ドンバがあり、一側が裂ける。内科比は、上部が三列し、背後の一辺は長大円型で立って、柚水を包む。新弁は、卵形で先は二列、白色で、紅色の長さ約10ミリメートルの上線があり、円は波状に縮れ、基部の両側に、黄赤色の付属片がある。下期は5から6月。果実は高大円型で、 赤く熟し長さ12から18ミリメートル、表面に細胞がある。種子は、伊豆縮み砂と呼ばれ、薬用とされた。果樹に短い枝軸が出て、額や果実に毛がほとんどないものは、つくし花苗がと呼ばれ、九州南部に分布する。産地の林家に生育する花苗が、中国、台湾と日本に分布する。日本では、本州、四国、九州、 奄美諸島に分布する。団体から亜熱帯にかけて産地のリンゲに生育する。クロセセリの幼虫が葉を植草としている。日本では以下の都道府県でレッドリストの指定を受けている。静岡県の奥多い県立自然公園の特別地域などで捕獲や採取等を規制する植物の指定を受けている。ありがとうございます。